さんのうち知らないな。帰りたい。バングラデシュ？ジュートの生産工場の品質管理で行くんですって。工場長だよ。すごいだろ。お母さんまで？一人で行ってパート生活できるようなとこじゃないらしいの。じゃあなんで私東京なの？ゆきちおじさんがスズメはぜひ東京においでって。いいじゃない、都会の女子高生。おしゃれして恋とかしちゃって。恋か。え？何？いや。あ、東京って美味しいお魚もたくさん集まるんだって。スズメ、魚好きでしょ？勝手だよ。小学校の時、熱出して早退して家に帰る途中。綺麗。あの星は一体何だったんだろう。すすめ、ごめんな、心細かったろ。誰？え？あ、おじさん。ここは？え？ここ。おじさんのお店だよ。大丈夫？
腹減って倒れたんだろう。よかった、元気になって。東京のお寿司美味しいです。お小肌最高です。お小肌っすか。2だね。ん、あ、彼は大学の後輩のシシオ君、この店の常連。どうも。なんか変ですか。大丈夫だよ、こう見えてちゃんとしたやつだから。彼がスズメをここまで連れてきてくれたんだよ。いや、行き倒れの女の子助けるとかどうしようと思ってたらさ、地図にゆきっちの名前書いてあったからびっくりしてさ。それでとりあえず連絡してみて、とりあえず今みたいな。本当にありがとうございます。ねえ、スズメって本名？よさのスズメです。へえ、じゃあチュンチュンだ。よろしくね、チュンチュン。東京に来て最初に分かったこと、都会の男の人は軽い。おーい、チュンチュン。転校生は先に職員室来なきゃダメだぞ。どうも、担任の獅子王です。なんでここに？東京は思ったより狭い。今日からクラスメートになったよさのスズメさんです。お願いします。レンさんの席はあそこな、マムラの隣。はい。おいマムラ、聞こえてっか。これ外せ、もう授業だぞ。ユサノです。はい、じゃあみんな、教科書の106ページ開いてください。今日からはヨーロッパ社会の形成について学んでいきます。この章は大事なところだからな。テストに出るかもしれないから。教科書まだ揃ってなく。じゃあまずゲルマン民族の大移動について。ありがとう。4世紀後半、アジア系の遊牧騎馬民族フン人がドンガを越えて西に進み、ゲルマン民族の立派である東の一人で使えば。さらに西ゴート人も圧迫を。じゃあ全部勉強しろってことですか。てか俺この問題の日本語わかんないし。じゃあお前は国語からだな。おいチュンチュン、何してんだこんなとこで。あ、いえ、見晴らしがいいなって。先生は？俺はたまに来んの。つうかここ立ち入り禁止なんですけど。え、そうなんですか。すいませんでした。うっそー、冗談だよ、なわけないじゃん。でも内緒ね。いや、どっち？どう？友達できそう？いや、どうですかね。地元ではみんな生まれた時から友達だったから。うん、でもこっちは自分から声かけなきゃいけないし、ちょっと怖いなとか。そっか、そんな難しく考えなくていいんじゃねえの。
さらっと言ってみ、友達になろ。もし俺が生徒でチュンチュンにそう言われたら普通に嬉しいと思うし、まあそれでダメだったら弁当ぐらい俺が一緒に食ってやるよな。よけた。教科書貸してくれてありがとう。ああ、あと、ちょ、まだ話が。え、何すんだよ。マジで。もしかしてこの人女子に免疫ない？誰かに言ったらぶっ殺す。え？うん、分かった。その代わり友達になって。は？なんで俺が？他は誰よ。だって席隣だから。隣の人と朝おはようとかお弁当の時ちょっと喋ったりとかしたい。それだけだから、友達になってください。真村でいい。え？誰かに言ったらマジ殺すか。何すんだよ。だって触っちゃダメなんでしょ。こういう時に肩バシーンとかできないの寂しいよ。それに挨拶したのに無視とか普通に傷つく。あ、でも今のはちょっとやりすぎた、ごめん。悪かったよ。え？悪かった。次から無視とかしねえから。てか、なんで俺が謝んだよ。殴られてんのに。ごめん、つい地元の感じに。お前どんな付き合いしてきてんだよ。え、普通でしょ。真村の好きなおにぎりの具は？あ、うん、広さの前、真村が女子と喋ってる世界が終わんじゃねえ。やっぱり男の子ってガッツリ系ってことは、ウインナーとか。ウインナーって普通入れねえだろ。そうなの。真村、うん、グループ分け今日までなんだけど、どうする？移動教室の。ああ、すっかり忘れてた。やっぱ女子だよな。女子女子。あの、真村、これ私も入れて。おはよう、よさなさん。あ、おはようございます。もしよかったらだけど一緒のグループにならない？移動教室。あ、私猫田ゆゆか、よさなさんと友達になりたいなって。ダメ？
ねえ、与謝野さんいいって。本当によろしくね。よろしくね。おい、これもゆうかちゃんとつながれるチャンスじゃない？ねえ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 、じゃあこことここ一緒でいいっしょね。いいそうだね、これでいいね。じゃあ7人ってことで。それ書いちゃおう。じゃあ書いちゃおう。書いちゃおう。よろしくね。あんちゃん、お礼で。俺やるじゃん。いやいや、仕方ない、俺がやります。じゃあよろしく。くれないよ。ほんと、静かにして。ごめん、あんま絡んでくんなよ。犬かいな。うん。じゃあ班長、俺班長。じゃあ、はい、やります。ねえ。別にあんたと友達じゃないよね。こっち奥の方に座れる。ないない。おい、やめろ、パンツんな。やる。俺センスねえわ。え、餌苦手？つけてあげるか。そんなんじゃないよ。いいよ、わしのよ、もったいない。いいっつってんだよ。そんなムキになんの？与謝野さん、キャンプファイヤー係の人は負け運ぶから負け小屋集合って、さっき獅子雄先生が。え、本当？うん。ごめん、負け小屋ってどこだっけ？そこ上がってたとこだったと思う。ありがとう、行ってくるね。行ってらっしゃい。危ない危ない、おいおい、なんだガチきつい。おこおこ、おい釣りチーム、ちょっと早いからその辺で終わりにしてくれ。なんでですか？雨降りそうなんだよ。川増水すると危ないから。はい。また迷った。県外。どうしよう。おい、山育ちのくせに山で迷子ってどうよ。マムラ、え、迷ってないよ。今帰ろうとしてたと。おい、与謝野とマムラがいない？川までは一緒だったんですけど。こっち戻ってくるときは。おい、誰か二人のこと見てねえか。他の班にも聞いてみるか。本当お前落ちるとかマジありえねえかんな。ごめん。たく、これ道合ってんのかな。マムラさ、なんで手掴んでくれたの？女子苦手なのに。人が落ちそうになってんのに、んなこと言ってられっかい。まあ、そっか。でもさ、どうしてそんなに女の人苦手なの？あ、いいですいいです、すいません、変なこと聞いて。9割方うざい。え？あと1割は慣れてねえからどう接していいのか分かんない。うち、俺がガキの時に母親が家出て、親父と弟しかいねえから。んだよ。なんだろう、なんか
話してくれたの。すっごい嬉しいよ。お前さ、このヤバい状況分かってんの？あ、はい、すいません。あ、雨。解けば。え？だからいちいち人の顔じっと見んの。優しいマムラって不気味だね。返せ。あ、そう、思ったことが。お前いつもごちゃごちゃうるせえもんだ。ありがとう。何？なんかお腹空いちゃった。おい、お前。え、ちょ。ごめん。なんかだるい。え？あ、雨止んできた。いける？うん、行こう。ここで夜になったらやばいから。立てるか。マムラか。よさのは一緒か。おい、しっかりしろ、チュンチュン。おい、チュンチュン。先生、なんでいつも来てくれるの？私、GPS でもついてるんですか？実は一個つけといた。ほら帰るぞ。起きた？あ、はい。大丈夫か？はい。ほんと参ったよ。すみませんでした。無事だったからよかったけど。警察だよね。どうして山道なんて入ったの？巻小屋に行こうとしたら迷っちゃって。巻小屋？違うんです。ダメだよ。君は少し危なっかしいからね。はい。よし、じゃあ。え？
綺麗。星空みたい。熱下がったみたいだね。よかった。満足したら蛍、窓開けて逃がしてやって。ずっとモヤモヤしてて、違ってたらごめん。移動教室の時、巻小屋に集合って、あれ嘘だったりした？なんだつまんない。え？もっとバカかと思ったのに。残念。まあいいや。私もいい加減あんたにはイライラしてたし、私あんたの友達になったつもりないから。え？何その顔。え？本気で友達とか思ってた？やだ、ウケんだけど。あんたのど田舎の友達と一緒にしないでくれる？っていうかさ、あんたはずっと地元のダッサい連中と。それ以上地元の悪口言ったら殴るから。殴ってから言ってんじゃねえよ。お前らバスケ得意？ええ、バスケ得意？2人でやってる。なんでだよ。怖っ。そんな上手くないよ。キュンって、あれじゃん。運動神経いいっしょ。いや、よくないよ。親にも殴られたことないのに何すんの、ブス。先に言葉の暴力振るったのそっちでしょ。うまいこと言ってんじゃねえよ、ブスのくせに。ブスブス言うな、内面ブスのくせに。こっちは努力してんの、毎日めちゃくちゃ頑張ってんの。なのに、なんでなんであんたみたいなのがマムラ君と仲良くなれんのよ。先に入れた方が勝ちな。でもそれ俺の勝ちじゃん。わけねえ。わかるわ。あれ何やってんの。あ、いや、うん、いや、そう。え、まさか喧嘩。うわ。ちょっとレスリングの練習を。え、私地元でアマチュアレスリングやってて、猫田さんに練習付き合ってもらってたの。あ、そうだ、ちょうどよかった。タックル受けてくれない？いや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 、遠慮するか。そう、頑張って。痛いんだけど。あ、ごめん。言えばよかったじゃん、みんなに。私は超嫌なやつだって。よくわかんないけど、初めて猫田さんに話しかけられた時、私結構嬉しかったし。猫田さん嫌なやつかもしれないけど嫌いなやつではない。は？バカバカしい。まあよく考えたら、あんたが近くにいれば真村君にも近づけるし、友達ってことにしといてもいいけど。え？まずその見た目なんとかして。あんたみたいなのが隣にいたら私までダサいと思われんじゃん。
ニヤニヤすんな、気持ち悪い。ごめんね。なんか違和感あるね。どっか変。いや、どっかっていうか、なんだろう。なんだろうね。顔と合ってない。え？たく、どんな美的感覚してんの？制服に合わせてちょっとは可愛くしようとか普通あるでしょ。ないんかい。ないんかい。あんたさ、好きな人に可愛く見られたいとかそういう願望もないわけ？好きとかそういうの考えてもいまいちわかんない。あんたバカ？考えてわかるわけないじゃん、数学じゃないんだから。好きに答えも理由もいらないの。それが恋ってもんでしょ。恋？そう、恋はね、理屈じゃないの。その人の隣にいるだけで気づくものなんだから。隣にいるだけで。まああんたみたいな鈍いもんには分かんない世界かもね。わっ、やっば、私メイクの天才。写真撮ってビフォーアフターやろうよ。あ、携帯教室だ、ごめん。はっ、ちょ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 、鏡見てから行きなさいよ。どうしたんですか？ああ、教室に出席簿忘れちゃってさ。顔チュンチュン。なにやってんの？ビビるわ。私多分恋した。あ、ごめん。また明日ね、野村。手伝ってもらっちゃって、これ全部一人で買ってこいとかさ。ゆきっちゃんも案外人使い荒いね。そっち重くない？貸して。あ、いやいや大丈夫です。そう、やる？何狙うの？水族館。はい、ティッシュです。
またティッシュです。次最後だよ。頑張れ。残念。はい、ティッシュです。うちの地元海がないんですよ。それで小学生の頃夏休みに県外の海まで連れて行ってもらって、うん、その時に食べたお寿司がめっちゃくちゃ美味しくて。ああ、それでこんなに美味しい食べ物ってあるんだなって魚好きになって。でも近くに水族館がなくてずっと行ってみたかったんです。水族館が憧れの場所か。チュンチュンらしいね。ん？いや、あ、ほーら、危ないからやめなさい。大丈夫です、私こういうの得意なんで。ほら、これ貸して。重っ。はい、これで大丈夫。はい、よっよっ。調子に乗らない。先生。ん？私小さい頃真昼に流れ星を見たことがあるんです。昼に流れ星？はい、すっごく眩しくて見てるとクラクラして泣きたくなるくらいドキドキして、でもなんか目が離せなくて。うん、先生はその流れ星に似てます。え？え？あ、いや、あの、なんか先生といると楽しいって意味で。うん、俺もチュンチュンと一緒だとなんか楽しい。降りる？はい。もう大丈夫だね。なんか近道が寄り道になってたな。目があって笑いかけてくれることがこんなに嬉しいことだって初めて知った。気色悪い。え？え？あ、何今村？忘れ物。あ、そう。お前さ。何してんの？え？わあ！あんた今日変だよ。まあいつも変なんだけどさ。まあね、あんたも恋しちゃってるもんね。え？師匠先生でしょ。なんで？優香ちゃんエスパー！バカ、学食のおばちゃんなんて気づいてるっつうの。もうさっさと告白しなって。
先生に。うん、そんな、いや違うの、あのね、はい、今から大事なこと言うから書いて。やっぱさ、気持ち伝えてからがスタートなんだよ。まずは告白する、で気持ち通じる、デートする、距離縮める、だんだん彼氏彼女っぽくなる、めっちゃ幸せ。そこまでやってが恋愛なわけじゃん。私は告白するよ。マムラに？他に誰がいんのよ。だよね、もうすぐクリスマスだしね。お、これ漏れる。だからあんたも頑張んな。めちゃくちゃ可愛い格好して好きな人に好きっていうの最高でしょ。うん、頑張ろう。待って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 、マムラ君となんかあった？え？うん？何もないよ。なんか二人とも気合入ってんね。めっちゃ怖いじゃん。はあ？約束してない？プレゼントまで買ったのに。いや、予定聞こうとしたよ。ちゃんと職員室にも行ったし、声もかけたし。でもなんか忙しそうで。携帯貸して。はい、獅子王先生に連絡する。え、いや、ちょ、なんとくの？プレゼント渡したいでもなんでもいいじゃん。待って、自分で連絡する。おいでくださいって業務連絡か。え、だってでもさ、来てくださいって上からっぽいじゃん。じゃあ来てで。いやいやいや、だいぶ先行ってますから。じゃあおいでみたいな。 おいでいや、ちょっとおいで。いや、おいでは一瞬会おうみたいな。一瞬じゃないでしょ、だって。はい。既読にあった。ごめん、今日ちょっと仕事詰まってて、また今度。まあ最初はこんなもんよ。カラオケ行こうぜ。いいね、いいね。行こう行こう。よっしゃ、もう歌いたいわ。でも下手くそじゃん。下手じゃないから。音痴でしょ。ごめん、私今日は帰るね。え、おじさんにお店の鍵返さなきゃ。そっか、じゃあまた明日終業式でね。うん、じゃあまた。また明日ね。バイバイ。バイバイ。マムラ君は行くでしょ、カラオケ。
前すごいしか言ってねえよ。だって本当にすごいもん。こんなの見たことないよ。あいつと約束してたんじゃねえの。ううん、だって忙しいから。ほら終業式前だし、成績表とか冬休みの課題の準備とか学年の連絡。違うよ、先生じゃないよ。お前バカが悪化してる。だよね。ベタすぎじゃね、担任好きになるとか。迷惑だよね、向こうは先生なわけだし。でも会いたかったんだ、今日は。どうしてもクリスマスに会いたいと。お前も意外と普通だな。誕生日なんだよね。え？今日私いや、まあ誕生日だから何って言われたらそうなんだけど、なんか頑張って気持ち伝えるにはいい日かなとか思っちゃったんだよね。誕生日おめでとう。やる。あ、いやでも俺が祝ってやる。だからそんな顔すんな。笑え。野村、あのね、あのずっと聞かなきゃって思ってて、この間のあれはさ、あれは意味なんかねえよ。あ、そうだよね。いや、そうだと思ってたよ。だよね。ごめん、ほんとごめん。いえ。あれ、なんか雰囲気違うね。え、いや、あの、あ、先生。ん、これ大したものじゃないんですけど。おう、じゃあ遠慮なくいただきます。開けていい？はい。これはなかなかいいですよね。これすっごい探したんです。おう、おお、確かに、ま、水族館には最高だな。え、あ、いやいや、そういう意味じゃなくて。ありがとう。じゃあこれ、はい。水族館行きたい人。はい素直だな。うん、よし、じゃあ明日行くか。え、な、どうした？あっ！お？
の子なんだからティッシュぐらい持ってなさいよ。はい。あ、これ商店街でもらったやつだ。よかったね、こんなとこで焼けたって。はい。あ、鼻真っ赤じゃん。先生、帰ろっか。寒くない？はい。うん。悪いね、こんな時間に呼び出して。電話の声普通じゃなかったから。ん？俺の？そっか、俺ダメなんだよね、すぐテンパるからさ。特にスズメのこととなるとね。なあ、まさかとは思うんだけどさ。いや、なんつう顔してんだよ。ゆきちゃん、お前さ、自分が何しようとしてるか分かってる？早いね。担任のくせに生徒たぶらかしてんじゃねえよ。たぶらかしってお前な。笑ってんじゃねえよ。あいつはそんなもんかよ。あいつのこと軽く扱ったり許さねえからな。軽くだ。そっちの方がいいだろう。そういうの分かんねえうちはな、黙っとけ、クソガキ。じゃあお正月あんまはしゃがないようにね。で、冬休み中の事故怪我ないように。以上。ちょっとお話が。
ちょうどよかった。俺も話があるんだ。失礼します。あのさ、先生、私先生のことが好きです。そっか、ありがとう。でももうこういうのやめよう。え？だから今日の水族館もなし。ごめん。いや、ほんとごめん。いろいろ考えたんだよ。でも常識的に良くないよなって。だって教師と生徒が二人でどっか行くとかさ。それに君の俺に対する気持ちっていうのはきっと憧れに近いものだと思うんだ。だから先生、せめてちゃんと目ぐらい見て話してください。よその、約束守れなくてすまない。なんで？先生言ってくれたじゃないですか、私といると楽しいって。そうだね。本心じゃなかったんですか？本心だよ。昨日も来てくれましたよね。それで、だってあれは、先生私のこと好きじゃないんですか？好きじゃなかった。ごめん。まだ帰ってなかったの？うん、サルマル待ってる。あ、そう。お前は？なんだよ。何それ、ムカつく。俺の前で泣くとか何？あのお前、俺のこと好きになればいいのに。ゆうかちゃん、
私が気づくまであんたは何も言わないの。違う。なんでこんな風になっちゃうの。恋なんかしなきゃよかった。お母さんよ。お正月そっち帰るけど、あなたどうする？スズメ、元気？スズメ女の子らしくなったね。忍者になりたいって木のてっぺんから飛び降りて。傷だらけになってたこと思えないわ。可愛くなっちゃって。はい、できた。休みは。あ、与謝野さん今日も来てないです。どうしたの？あんたじゃないんだからさ。いや、俺も食いすぎたよ。いや、知らない。俺8個食べてきた。何枚量ある？何を知ってんの？何番？じゃあ何番？なんか多いね。いいの。変なの。聞かないんだね。なんかあったの？とか。なんかあったからずっとここにいるんでしょ。あら、誰だろう。いいよ、私行くから。どうしたの？2週間電話も出ないし、メッセージも返してこないし、学校に来ないってどういうこと？いらっしゃい。遠かったでしょ。ゆきちから連絡来たわよ。びっくりした。さあ、上がって上がって。お邪魔します。はい、寒かったでしょ。すっごい寒かったです。スズメは本当に忍者になろうとしてたんですか？そう、畑で20匹ぐらいウシガエル捕まえて、それを部屋にずらーっと並べて呪文ね、唱えたりしてね。20匹あ、ごめん、想像しちゃった。ね、ほら、あれやってよ、いつもの陰結ぶやつ、なんかこういうのとか。あ、いいけど。林、廟、道、社、会、人、列、財、善。目がマジだわ。あんた面白すぎ。財、善。
ゆゆかちゃん。もう寝てるから。ごめん。あんたに謝られるとムカつくのよ。分かってる？私が怒ってんのはあんたが何も言わなかったことだよ。真村君の子供だけどさ、あんただっていろいろあったんでしょ。言えなくて。何？私がかわいそうとか思った？違う。じゃあなんでよ。だって大事だから。ゆうかちゃんのことすっごく大事で、だからなんて言っていいのか分かんなくて。それが違うの。なんでもいいから言うの。二人でいっぱい喋って、泣くときは一緒にわーわー泣いて、でもどうでもいいかってなんの。そういうもんなの。私だってね、あんたのことは大事なの。ああ、ほんと腹立つ。真村くんも私のことさらっと振るし。え？振られたの。ごめん、他に好きなやつがいます。もういいよ。真村くんはちゃんと精一杯の言葉で振ってくれたから。ムカつく。いっと。今のわざとでしょ。わざとだよ。じゃあこっちだって。いっと。ね、カオはやめて。カオ。まだ起きてたの？ああ。そこ寒くない？うん。大丈夫。いいとこだな。あんなことしてごめん。お前が辛い時にごめん。私真村の気持ちには答えられない。うん、分かってる。でもさ、帰ってこいよ。お前いないとつまんねえし。
その後あまり眠れなかった。二人の言葉を思い出すとまた泣けてきて。でももう終わり。ゆうかちゃん起きて。顔、顔ブサイクだよ。顔がブサイク？今度泣くときは誰かのためか嬉しいときって決めた。じゃあこれ頼むね。はい、わかりました。おはようございます。おはよう。すずめちゃん、やっと来た。どうしたの風？今は無理に忘れようとなんてしない。この気持ちを抱えたまま前に進めばいい。3年になって担任が変わって獅子雄先生とはほとんど顔を合わせなくなった。ゲームの中だったらみんな多分俺の彼女、みんな多分俺の。ゲームの中だとしてもダメだった。最高かよ。本当だよ。え、一年女子？そう、マムラ今大人気なの。ド S の王子なんだって。ムカつく。ねえ、案外マムラもコロッと言ったりして。え、なんかやだ。はぁ、あ、何それ。あんたがそう思うっておかしいでしょ。ふっといて何勝手なこと言ってんの。バカじゃないの。てかバカだよね。その気持ちなんていうか知ってる？焼き餅っていうの。え？でその一年女子ってさ、逆にマムラに彼女がいれば収まるんじゃないの？ほら、偽カノとか。あ、じゃあユイカ偽カノになって見せつけてやんない。いや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 、私じゃレベル高すぎてリアリティないから。自分でよし。あ、じゃあスズメちゃんにやらせよ。俺、こいつとそういうのはいらねえわ。あんな言い方しなくたっていいじゃんね。あんたたちはいいね。何にも考えなくてね。失礼だな。意外と考えてますよ。相変わらず魚好きだね。元気？そっか。おい、何してんだよ。いや、何もしてない。いいよ、行こう。もうこいつに構うなよ。俺たち付き合ってるから。違う。そっか、うん、おめでとう。まあ仲いいのもいいけど、そろそろ教室戻れよ。てーの、なんであんなこと言ったの。気が変わったんだよ。お前にニセカの役やるの。でもなんで今。さっきはそういうのいらないって言ったじゃん。やるならやってもらうから、ニセカノ。そっか。あっち、あっち。これ普通に帰ってるだけだけど、こんなんじゃ効果ないんじゃない。
ニセカノ作戦大成功だね。一年中全然来なくなったじゃん。でもなんでみんな急に二人がカップルって信じたの。確かに。てかさ、これってうちらの話じゃん。そうだ。マムラに何かおごってもらおう。いいじゃん。ねえ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 、え、あんたたち何かあったでしょ。え、いや、なんもないよ。もう終わりでいいんじゃない。そうだね、一週間もやったしね。じゃあ、1週間の俺、ほらお前魚好きじゃん。あいつと行った？ううん、違う、行ってない。すっごい行きたかったから。イワシ、イワシが追っかけてる。ね、これイワシだよね。イワシだよね。だってさ、うわすごい、これ海、マンゴー海。ほら、マンゴーも触ってみなよ。意外とカチカチだよ。やめろってバカ。あ、ナマコの方がいい？はお前それわざとやってんだろ。え、だって可愛いじゃん。お前面白すぎ。はあ？ははほれ、うわほれほれほれ、きれい。ねえ、あれってさ、ごめん、やっぱ俺好きだわ。くそ、こんなこと言うつもりじゃなかったのに。おい、よその進め、こっち向け。お前がバカで面倒くせえ性格なのも、まだあいつのこと引きずってんのも知ってる。それでも諦められない俺はもっとバカなんだろうな。一回振られてるし。でも俺お前しかいない。好きだ。私は、答えは今すぐじゃなくていい。どうしたの？昨日の返事しようと思って。え、今？うん、分かった。正直に言います。
マムラは先生とは全然違う。あの私先生といるときはいつもドキドキして、そばにいるだけで嬉しくて、でも胸は苦しくて、なんていうかすごく恋してるって感じだった。でもマムラといるときは全然違くて、言いたいこと言えるし、一緒にいると落ち着くし、すごく辛いときもマムラがいてくれたから立ち直れた。でもね、これが恋かって言われたら正直わからない。ごめん。そっか、わかった。というのが昨日までの私の考えでして。は？こっからが今の私の考え。お前ほんとめんどくせえな。いやでも、わかったわかったわかった、聞くよ。マムラはマムラだもん。先生といる時と同じ気持ちになるはずがない。だから私全力でマムラの方を向く努力をする。ごめん上から目線で。でも、もしマムラがそれでもまあいいかなとか、とりあえず一緒にいてやるかぐらいの気持ちで考えてくれるなら。私と付き合ってください。すっげえめちゃくちゃだなお前。ほんとめちゃくちゃ。知ってるわ、お前がそういうやつだったことも知ってるわ。バーまで以上に大切にする。よろしくお願いします。こちらこそ。学校でな。これは何の涙？今度泣くときは誰かのためか嬉しいときって決めてた。でもこの涙は両方かもしれない。では障害物競争は八谷さんで、次はリレーの選手を決めたいと思います。いやちょっと想像できないんだよね。想像すんじゃねえよ。いやでも付き合うってことはさ、好きな人はとか。あ、そう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 、やつやつ。だから想像すんじゃねえよ。じゃあクラス対抗リレーはマムラ君で。あ、いつの間に。いいと思います。あと去年も出たし、てか今こいつ調子乗ってるからすげえ走ると思います。イエーイ。はいはいはい、頑張ってください。ちょっと、え、何？あ、え、出てんなって言ってんな。おい、全学に集まってるか。もう先生遅いですよ。ごめんごめん、意外と重くてさ。はい、じゃあできたらこの箱の中入れて。
で、終わったら鉢巻きもあるからこっち手伝ってあげて。まだやってんの？あ、はい。真村にか。うん。喜ぶんじゃないあいつ。でももう遅いから。はい。帰ります。お疲れ様。チュンチュン。なんかお前ちょっと変だよ。え？いや、あのこういうの渡すの慣れてないから照れくさいだけ。そっか、うん、ありがとう。すっげえ嬉しい。マムラ、ん？話さないでね。え？え？あ、いや、ごめん。頑張って。うん。じゃあ。どうしたんすか？青森先生が怪我しちゃったからね。その代わりキャラじゃないっすね。そう？俺もともと結構熱いよ。卒業生と先生方のチームです。俺も簡単に手放すつもりないっすから。第3コースにバトンが当たります。
とっさに出た頑張れは誰に向けてのものだったんだろう。陽光高原の特別講習受ける人はこの後残ってください。あれ、マムラも行くっしょ。ああ、俺はいいわ。マムラと一緒に行きたい。はい、時間です。後ろから集めて。ダメ、いいよ。俺もダメ。話してくれよ。いらっしゃいませ。座れば。ゆきちゃん、ごめん。俺もうごまかすのやめる。隣いい。ああ、あのさ、お前さ、ああ、いいよ、なんだよ。あのね、お願いがあるんだけど。
真村さ、何か思ってることがあるなら気持ち正直に言ってほしい。ああってなんだよ、それだけかよ。真村の話は？俺のはいや、あれ、真村もう戻んの？ああ、ねえねえ、すずめちゃん、ちょっと相談なんだけどね。あのさ、交渉終わったら打ち上げやれないかな？またおじさんの店でみんなでパーッとやらせてよ。もうそういうことしないと俺無理。テンションだだ下がりなんだもん。みんなで、うん、いいね、おじさんに聞いてみる。おお、ありがとう。よおじさん、お仕事中ごめんね。あのね、今週末ごめん、すずめ、今ちょっと大変なんだ。獅子王くんが、どうした？なんかあった？ううん、なんもない。休憩時間って短いよね。お前さ、隠しきれてねえんだよ。お前のことなんか全部わかる。何があった？先生が事故に遭ったって。え？今病院に。私、行けよ。え？行けって何？自分の気持ち言わないのはお前の方だろ。真村、何言ってんの？分かんないならはっきり言ってやるよ。お前はまだあいつのことが好きなんだよ。違う。違くねえだろ。一個も忘れられてねえくせに強がんな。逃げんなよ。逃げっぱなしのお前なんか見たくねえよ。早く行け。
先生。ねえ、あの子獅子王先生に会いに帰ったって本当？ねえ。俺が行かせた。なんで？俺思ってたんだよ、誰かの代わりでもいいから好きなやつのそばにいたいって。でも代わりなんかいないし、なれない。それだけの話。おじさんが先生が事故に遭ったって。事故ってほどのことじゃないよ。ゆきっちゃんの店の前で自転車とぶつかってね。で、念のため検査しただけ。そうですか、よかった。なに、俺が病院いるって聞いて飛んできちゃったの？はい、先生のことが心配できました。ダメですか？いや、あと自分の本当の気持ちと先生の気持ちに向き合うために来ました。他のやつとどこがどう違うのかなんてわからない。でもなんでか知らないけど、考えるのはいつもあいつのことで。一瞬でもいいから思ってほしかったんだ。俺といるときは幸せだって。いつからかな、よくわかんない。気づいたら他の誰かといるときと違ってた。君といると楽しい。君が他のやつといると渡したくない。こりゃまずいなって。好きじゃなかったなって言ってごめん。好きだよ、スズメ。私も先生のこと好き。でした。私、先生にもうやめようって言われてから、自分の気持ち考えないようにしてました。ずっと。でも先生が病院にいるって聞いた時、なんかブワッて、ああそうかって、心の中消えないしこりみたいにポツッと、やっぱり先生がいるんだって。でも私、私が今大切にしたいと思う人は、先生じゃない。ごめんなさい。いいんだ、ちゃんと伝えられれば。自分の気持ちをちゃんと伝える、それが相手を大切にするってことなんだと思う。
はそれができなかったから。だからこんなダサいことになってんだよ。先生。はい。前に先生はこの気持ちは憧れに近いって言ったけど、これはちゃんと恋でした。誰が何と言おうと私の初恋です。どうしたよ。ごめん。マムラごめん。東京帰ったんじゃなかったのかよ。帰ったよ。帰ってちゃんと話してきた。じゃあいいじゃん。なんで戻ってくんの。私ね、先生と向き合うと先生に気持ちが戻っちゃうんじゃないかって怖かったんだ、ずっと。でもマムラのことばっか考えるんだよ。電車の中でも走っててもなんかわかんないけど、マムラのことばっかずっと。先生と話してても私もう努力なんかしなくてもいつもマムラの方向いてる。私マムラが好きだよ。いっぱい傷つけてごめん。今度は私がマムラを幸せにするから、よろしくお願いします。マジで言ってる？この状況で冗談言わないよ。あっそ、あっそって何でしょう。なんか響いてこなかったから。あ、じゃあさ、ちょっともう一回言ってよ。今度はちゃんと聞くから。え、いいよ言うよ。好き。俺も。今やったよね。今なんだよ。しちゃ悪いかよ。いや、そうじゃないんだけど、初めてだったから。なんか、いや、マムラって案外唇柔らかいんだなとか、いや、意外と鼻ってぶつからないんだなとか。うるせえなお前。
いちいちそういうどうでもいいこと言うなって言ってんだろ。だってびっくりして、ほら一瞬だったからあれって思ってるうちに。振られました。そっか。いつか見た昼の流れ星はキラキラ輝いてすごく綺麗だった。でも星って本当はずっと空にあっていつもそこにいてくれる。私が見つけたのはそんな昼中の星だった。こんなこと言ったらまたうるせえって言われるかな。ねえ、マムラさ、顔赤くなんなくなったね。うるせえ。